はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。デスズドアの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、バガさん、バガさんたちの、カラス解放同盟のキャンプに立ち寄ったとこですね。その、扉の王には従わないということですね。なので、普通に年も取るし、普通に死んでしまうと。でもその、その代わり新しい命も生まれる、そういう考えの、カラスたちの集まりということですね。なので、まあ、灰色カラスさん、灰色カラスさんとは逆の考えというか、灰色カラスさんはとにかくその逃げられた自分のターゲットですね、を早く見つけて、不死に戻らないといけないということだったんで、うん、まあ、逆の考えですよね。とりあえず続きから、古い物見の塔の続きからですね。で、前回ショートカット開通したんで、あ、くそ。顔が飛んでない、仮面が飛んでるのか。
あ、くそ。あ、くそ。滑る。危ねのマーク。なんだろう。バーブ、あ、バーブさん、いた、怪物だ。歌のためにメモを取らなきゃ。あれだ、待てよ。女の子。ベティ、これがベティ。あれ、
あいつ。あっ。これで三つ揃いましたね。ベティじゃなかったかな、あるものにとって、彼女は神も同然だった、他のものにとって彼女は恐ろしい、どうも野蛮な獣だった、さらにごくわずかなものにとって彼女のまばゆいばかりの美は愛の対象だった。山頂で多くの生を生き、地域の者どもに抜け毛と突然の死を与え、抜け毛でベッド作ってるって言ってましたもんね。彼女ってこのベティを好きになったのかな、じゃあ。うん、蝶がつくほどの大冒険。このどんでん返し。うん、ベティイコール怪物。ということは、座礁したフェノロイテニタの酔っ払いは、うん、この怪物に声をした。っていうことだ。俺殺しちゃったよ。死んじゃうのと失恋するのと歌のネタにするには最高。うん。お、完成した曲。待って、この上は何なん？これで、なんかなったとか。いや？また後で、なんか意味があるのかな？いない。掃除されてる。アイテムとかはないですよね。先にまず、カラス解放同盟。
変わらないか。聞く。なんか罪悪感が。怒られる。助け、素晴らしい。あなたはこの島の秘密をきれいさっぱり全部見つけましたよ。うん。じゃあ灰色カラスさんのとこだ。そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。